皆さんこんにちは。昭和の大女優で今やバラエティ番組でお茶の間をにぎわせている中村玉緒さんが老人ホームに極秘入居しているというニュースが週刊誌によって報道されました。今回はそのニュースの真相、入所した老人ホーム、夫勝慎太郎さんが残した借金、正月特番を欠席した理由についてご紹介していきます。まずはニュースの真相についてですが、2023年の8月中旬、あの中村玉緒さんが老人ホームに入っているそうです。最近テレビで見かけないなと思っていたので驚きました。有名人ですが来客は少なく、体調が悪いのか部屋から出てくることはあまりないそうです。このような情報が寄せられました。昨年1月から公の場に姿を見せていない中村玉緒さん、一昨年の夏には自宅近所を裸足で徘徊し警察沙汰になったと一部で報じられていましたが、最後に姿を見せたイベントでも様子がおかしかったといいます。映画会社ダイエーの創立80周年を記念したトークイベントでしたが、同じ話を繰り返していたため取材陣も困惑していました。極めつきは中村玉緒さんの話の中に真偽不明の内容が多々あったことで、イベント終了後に主催者から書かないでほしいエピソードが指定されました。昨年3月には技師にあたる扇千景さんが逝去しましたが、中村玉緒さんは事務所を通じてコメントを発表しただけで葬儀を欠席しています。取材に対して中村玉緒さんの事務所は軽い体調不良と回答を寄せていました。寄せられた情報をもとに取材を進めると、中村玉緒さんが入居している老人ホームは都内北部の閑静な地域にあることが分かりました。施設のホームページによれば、おしゃれなラウンジもあるホテルのような内装で、入居者が楽しめるさまざまなレクリエーションも行われているようです。リハビリの専門スタッフも常駐しており、月額利用料は食費込みで約20万円となっています。中村玉緒さんは施設を運営している企業 X 社のイメージキャラクターを務めています。名古屋に本社のある企業ですが、都内でも介護付きの老人ホームを複数運営しています。玉緒さんがイメージキャラクターに就任したのは10年前、同社が主催するイベントなどにもたびたび登場しています。これまで都心の繁華街に近いエリアで暮らし、趣味のパチンコに興じることも多かった中村玉緒さんですが、老人ホームでは孤独な日々を送っているといいます。勝慎太郎さんの妻として知られる彼女は近年家族と疎遠になっていました。長男の巌流さんが2019年に名古屋で孤独死、中村玉緒さんは大きなショックを受けました。さらにそのことがきっかけとなり、長女の A さんとの関係も悪化したのです。かつて中村玉緒さんのマネージャーや個人事務所の社長を務めた A さんとは同じマンションで生活していましたが、周囲の反対を押し切り引っ越し、中村玉緒さんは2年前から完全な一人暮らしをしていました。 A さんとはその後も絶縁状態が続いているそうです。昨年8月中旬、記者が A さんに玉緒さんとの現在の関係や母の老人ホーム入りについて聞くために声をかけましたが、私にはわからないんでと答えるだけだったようです。さらに勝さんの甥にあたる俳優の若山木一郎も、僕は何も聞いていません、気にはなっていたのですが、玉緒おばちゃんとは10年近く会っていないのでと話しました。親族も知らないという中村玉緒さんの老人ホーム入居。しかし某記者は中村玉緒さんの古くからの友人である B さんに話を聞くことができたようです。施設に入居することになったのが彼女にとってはショックだったようで憔悴していました。もともと細かったのがさらに痩せ衰えてしまったようで、個室に閉じこもり寝たきりで過ごすことも多くなったようです。お嬢さんがお見舞いに来られたことはないそうです。健康不安がたびたび報じられながらも、中村玉緒さんはコロナ禍で YouTube や Instagram の公式アカウントを開設するなど精力的に活動を続けていました。いつからこれほどまでに体調を崩してしまったのか、B さんが続けて語りました。玉緒さんは今年2月、イベントにゲスト出演するため、
名古屋に出張していた際に体調を崩し緊急搬送されたのです。宿泊していたホテルの部屋で転倒してしまって倒れているところを同行していたスタッフが発見し、仕事はキャンセルせざるを得ませんでした。イベントを協賛していたのが X 社だったこともあり、そのまま系列の施設に入所することになったそうです。名古屋といえば玉尾の長男巌流さんが無念の死を遂げた地でもあります。懸念される玉尾さんの現在の様子について彼女の事務所関係者が明かしました。玉尾さんは確かに老人ホームに入っています。名古屋で体調を崩す前から出かける時にタクシーを呼ぶ際車道にかなり出てしまったりと一人にさせておけない状況があったため、お付き合いのある企業の施設でお世話になることとなりました。現在の体調は回復傾向にありますと語りました。孤独とか寝たきりみたいな報道もありましたが、決してそんなことはないんですよ。今いる施設は清潔で管理も行き届いてるし、スタッフの方たちがとても親切なんです。何より本人の表情が明るくなったし楽しそうに過ごしていますから、と中村玉緒さんと家族ぐるみの付き合いがある知人の A さんが話していました。中村玉緒さんの夫で1997年に下咽頭がんで亡くなった故勝慎太郎さんとも親しかった A さんは、現在も月に一度は中村玉緒さんと会っているそうです。先日も玉緒さんの部屋に行って勝先生の写真を飾ってきたんです。事務所を整理した時に先生と二人で写っている夫婦写真を探したんですが、なかなか見つからなくてね。ようやく見つけた写真を持って行ったらすごく喜んでくれました。普段はすっぴんですが、サインや写真をお願いすると女優のスイッチが入るんでしょうね。キリッとした表情になるんですと話していました。中村玉緒さんが同じマンションの別の階で暮らしていた長女の B さんと離れ都内の別のマンションに転居したのは2022年春ごろ。周囲の反対を押し切って自らの意思で選んだ独居生活だったそうです。玉緒さんと B さんはかつては一卵性親子と言われるほど仲のいい親子でした。ところが B さんが玉緒さんの個人事務所スタッフの男性と結婚した頃から親子の関係に亀裂が入り、激しい口論になることも珍しくなかった。長男で俳優の巌流さんが2019年11月に亡くなった後、 B さんの夫が勝さんの本名である奥村姓を名乗るようになったことにも複雑な思いを抱いていたようです。玉緒さんは B さんとまともに口も聞かないようになり、飛び出すようにしてマンションを引っ越してしまいました、と中村玉緒さんの知人は話していました。3年前の雑誌のインタビューでは3年後くらいにぽっくり行けたら本望なんですと語り、 YouTube のパチンコ番組でもボケたら生きている意味がないなどと後ろ向きな発言していた中村玉緒さん。2022年に入ると長年付き人を務めたスタッフが退社し、完全な一人暮らしを始めてからは精神面でも不安定な状態が続いていたそうです。物忘れが激しい上に夜中に誰彼構わず電話をかけて突然泣き出したりと、以前の玉緒さんなら考えられないような行動を繰り返していたんです。2023年1月に登壇したトークイベントでは、タミヤ二郎さんとディズニーランドに行ったという真偽不明の思い出話を披露して、主催者側が慌てて NG を出す一幕も。タミヤさんはディズニーランドが完成する前に亡くなっているので時系列的にありえないことですからね、と芸能関係者は困惑していました。事故が起きたのは周囲が中村玉緒さんの体調を心配していた矢先のことでした。2023年2月に玉緒さんが仕事先の名古屋で転倒し救急搬送されてしまったのです。背骨を圧迫骨折する大怪我を負った玉緒さんは長期療養を余儀なくされ、翌3月に亡くなった技師の扇千景さんの告別式も欠席したほどでしたと話していました。中村玉緒さんの長男巌流さんですが、2019年に名古屋市内の自宅にて孤独死していた。ニュースは世間を騒がせましたよね。巌流さんは芸能界のサラブレッドとして注目されながら役者として活動していました。
1984年に大阪新歌舞伎座の新座頭市物語でデビュー。1989年には映画座頭市に本名の奥村雄大で映画初出演しますが、その撮影中立ち回りのシーンで撮影用の模擬刀ではなく真剣を使い、相手役の俳優を誤って切りつけて死亡させる事故を起こしてしまいます。それから謹慎生活を経て1994年に復帰、巌流太郎と改名し、その後巌流と名乗りました。芸能界だけではなくジュエリーデザイナーとしても活動していました。死因は急性心不全だったそうです。続いて借金についてご紹介いたします。中村珠緒さんは1980年に勝プロダクションが倒産し14億円もの借金を抱えています。しかし2人の人物との出会いがきっかけで借金14億円を完済されたといいます。14億円もの借金を返済しないといけない中、家族の不祥事が続いたことからテレビには出演せず、舞台やクラブの歌謡ショーなどに精を出されていた中村珠緒さんですが、1994年バラエティ番組さんまのまんまのゲスト出演のオファーが舞い込みます。実は1993年に中村珠緒さんがトーク番組に出演しているのを明石家さんまさんが見て出演のオファーをされたというのです。ただその時中村珠緒さんは疲労がたたったのかおたふく風邪にかかって顔が腫れてしまっており、こんな顔では出演できないと断られるのですが、さんまさんは勘が働いたのか1ヶ月後でも2ヶ月後でもいいから出てくださいと言ってくれたのだそうです。こうして一度は流れたもののさんまのまんまに出演することになった中村珠緒さんは、これまで女優一筋だったことから初のバラエティ番組にとても緊張し、またほとんど台本がないことに驚き、バラエティは台本を覚える代わりに前の日に何をしたらいいのかなといろいろと悩まれたそうで、最終的には事前に台本を作ってもらい番組に出演されたようです。そして番組の収録が始まると、中村珠緒さんはおしとやかなキャラを演じようと思われていたそうですが、やがてさんまさんから、お母さん台本なんていりまへん、そうでっしゃろとアドリブを入れられて、全然台本通りにいかなくなってしまい、中村珠緒さんは飽きまへんと根を上げられます。それでもさんまさんは、だからいらないって言うて漫画なと返してきて、まるで口喧嘩のようになってしまいます。また当時中村珠緒さんは夫勝新太郎さんの事業の失敗でできた借金返済のため経済的にも大変な時期だったことから、指輪はほとんど全部債権者の方のもとに出しており、この収録の時には唯一お母さんからもらい実家から持ってきた指輪をはめて番組に出演されていたそうですが、別の指を怪我して絆創膏をしていたため、テレビに絆創膏が映ったらまずいと番組の収録中ちょくちょく隠していると、それを見たさんまさんから、さっきから気になっていたんですけど指は2つやと思ったら1つやと突っ込まれたそうで、それで中村珠緒さんが慌てながらもつい笑ってしまうと、その笑い声が視聴者に大受け、当時役柄から定着しつつあったけなげな母親のイメージだけではない天然キャラという新たな一面をさんまさんに見出された中村珠緒さんは、その後バラエティ番組のオファーが急増したのでした。ちなみにさんまさんとはその後も明石家多国籍軍、さんまのスーパーからくり TV などで共演し、以降20年以上にわたって交流があるそうですが、中村珠緒さんは、あの方は私のことをお母さんと呼んでくださるんですが、それもとても嬉しくて、私にとってさんまさんとの出会いは一生涯忘れられない思い出ですと、さんまさんには頭の上がらないご様子でした。また中村珠緒さんは1990年にはいつものように赤坂のナイトクラブで歌っている時、
芸能人御用達の着物作家知事康弘さんから着物作りを持ちかけられたそうで、自身の着物ブランド中村玉緒の着物を立ち上げられているのですが、中村さんはある時夢で見た真っ赤なバラにインスピレーションを得たそうで、すぐ知事さんにバラの着物を作りましょうと電話され、制作されると当時は珍しかったバラ柄を取り入れた斬新なデザインが見事に当たり、以降現在まで30年続く人気ブランドへと成長しているそうです。こうして中村玉緒さんはバラエティ番組出演と着物のプロデュースという2つの大きな収入源のおかげで、14億円あった借金を毎月500万円ずつ25年かけて見事完済されたのですが、相変わらず低姿勢で、私はお金に恵まれていないけど80歳になりましたが、人間には恵まれているということでは幸せだと思っていますと感謝の言葉を述べられていました。そんな中村玉緒さんですが、1月3日に放送された TBS 系さんま玉緒のお年玉あんたの夢叶えたろかスペシャルを体調不良で欠席しました。今年30回目を数えた正月恒例特番、中村玉緒さんは大変楽しみにしていましたが、体調が優れずスタジオをご遠慮させていただきますなどと書いた手紙を番組に送り、同局の安住紳一郎アナウンサーが代読しました。 MC の明石家さんまさんは、またここに帰ってこれるように頑張ってとエールを送りました。いかがでしたでしょうか。これまでも波乱万丈の人生を笑って乗り越えてきた中村玉緒さんの復帰を祈りたいです。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。